これは無事。謎解き完全生配信、視聴者完全参加型。成功しても失敗してもチャンスは一度きり。ライブ謎解き、ハーゲンダッツハウスからの脱出、佐藤健への挑戦状。思いのほかガチで全然わからん。なんだあれ。佐藤健様、はい、溶けそうなほどお熱い中、ハーゲンダッツハウスにようこそおいでくださいました。 ありがとうございます。たった今、はい、扉の鍵を閉めさせていただきました。あ、こちらですか。はい、では中へお進みください。はい。え、広い。ほう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 、広い。え、進んでいいんですか。どうぞ中へ。はい。めちゃくちゃすごいじゃん。あ、こんばんは。私、はい、ハーゲンダッツハウスの支配人を務めます木村すばると申します。佐藤です。よろしくお願いいたします。お願いします。丁寧にご挨拶したいところなのですが、アイスクリームが溶けてしまうので手短に。はい。本日8月10日は何の日かご存知ですか。あ、ハーゲンダッツの日です。素晴らしい、その通りです。本日8月10日はハーゲンダッツジャパンの設立日、それを記念してハーゲンダッツの日と制定されました。おめでとうございます。タヒチバニラが発売された7月26日、タケル様にはハーゲンダッツの謎解きに挑んでいただきました。ありがとうございました。制限時間ギリギリでの成功でしたが、覚えていらっしゃいますか。もちろん楽しかったです。あれはほんの序章にすぎません。なるほど。ここからが本番です。はい、はい。今からタケル様にはこの館にある4つのステージで謎を解いていただきます。ほう。謎をすべて解き、タケル様が無事脱出できれば、ご褒美として視聴者の皆様へ8100個のハーゲンダッツを差し上げます。太っ腹だ。ありがとうございます。ただし、はい、謎をすべて解き明かすまで館の外には出られません。明日まで、いや来月まで、はたまた来年まで悩み続けることになるかもしれません。それはいいんですけども、その失敗すると皆さんにハーゲンダッツをプレゼントできないってことですか。その通りです。
全てはタケル様にかかっております。それはまずいですね。でもご安心を、はいはい、タケル様は一人ではありません。え、そうなの？パソコンやスマートフォンで世界中の仲間たちがタケル様を見守っています。心強い。ぜひ応援してくださっている視聴者の皆様のためにも8100個のハーゲンダッツを手に入れてください。それは本当にちょっと世界平和がかかってんのと一緒なので。その通り、世界の平和は、タケル様の手の中でございます。はい。では配信をご覧の皆様、今回の謎解きは視聴者参加型です。ハーゲンダッツジャパン公式ツイッターのイベントページと佐藤健さん公式 YouTube でこのライブ配信をご覧いただくことができます。また謎解きへのご参加はハッシュタグハーゲンダッツハウスからの脱出とツイートいただくことで可能です。タケル様に出題された謎も公式ツイッターのイベントページでリアルタイムに投稿されるので、ぜひご覧ください。視聴者の皆様、ハーゲンダッツのアイスクリームはもうお手元にご用意できておりますか？ぜひアイスクリームを召し上がりながら、タケル様の謎解きクリアの力になってあげてください。タケル様、視聴者の皆様に一言お願いいたします。よろしくお願いします。シンプルですね。では心の準備はよろしいですか？大丈夫ですけど、ちょっとルールが分かってないぞ。大丈夫です。いいですか？ご自身の勘に従ってください。はい。ではライブ謎解きハーゲンダッツハウスからの脱出、佐藤健への挑戦状、開演です。ん、おう、ステージ1。一つ目のステージはこの大広間です。ここだ。ここにはモニターが1台、モニターそして5つの額縁に飾られた謎がございます。額縁があります。広間の奥には本棚や謎を解くためのヒントとなる黒電話などをご用意しております。ここにあります。ここから次の部屋の鍵を開くことができれば、うん、ファーストステージクリアです。なるほど。タケル様、はい、いかがでしょうか？楽しそうです。よかったです。ではまずはテーブルに置いてある回答パネルを手に取り、はい、壁にかけられた5つの額縁の謎を解き明かすことから始めてください。これだ。その通りです。それでは参りましょう。ファーストステージ開演です。分かったんだが、結局俺はどうなったら失敗なんだ？時間制限があるの？ちょっと今までそこら辺が分かってないぞ。どうなったら8100個のハーゲンダッツを皆さんにあげられないのか、失敗条件があまり分かってない。じゃあまあいいや、一から解いていきましょう。耳のここに書いていいですか？分かりやすくここに書いちゃいますね。縦1、これはクロスワードですね。耳の中にある駒って何？鼓膜。鼓膜。どうぞご自由に書き込んでください。はい。横1、顔、カカオ、うん、これちょっとよくわかんない、ね、横3、右の図が表す木の実は何？ミルクが逆になってるね、クルミですね。縦2、右の図はこれはアルミ缶の上にあるみかんなのでアルミですね。でココアなのかな、きっとね。カカ、顔がカカオになってるからコアはココアになるよと。赤い四角を上から読むなので甘みが答えですね。はい、失礼ました。字が汚いのが恥ずかしい。次、問題2です。これはこれがミニになってると、上半分隠すとミニかな。で上半分隠すと濃厚になるので追う棒でいいのかな。はい、3です。県の名前1を愛知と読んでるんですかね。で2をそのままカニと読むと海の生き物カニになりますので酸味が味覚、答えはイチゴです。さて4、ダウジングマシンを使ってキーを見つけ箱を開けろ。ダウジングマシンがあるのかな。これなんかボタンありますね、ちょっと押してみます。
探したい方向に矢印を向けたまま動かないでお待ちください。これがダウジングマシンってこと？重いって重いよ。え、どういうこと？何回も喋ってましたね。もう一回やってみよう。探したい方向に矢印を向けたまま動かないでお待ちください。探した、あ、ここに書いてありました。ダウジングマシンの使い方、ハーゲンダッツハウスの中に存在するものを探すことができる。いや、もうあのマジでゴールデンレトリバーぐらいあります、重さで言うと。それだけ伝えたい。探したいものの名前を文字パネルで使う。あ、じゃあ探したいもの、僕の場合はキーですね。キーが、文字パネルが今5個あってキーを探したいので、これ探したいものの名前を文字パネルで作り穴にはめます。じゃあキーを穴にはめてみましょう。K-E-Y で丸に、探したい方向に矢印を向け赤いボタンを押す。その方向にいくつあるかが音声で聞こえると。探したい方向がどこだか分かんないけど、とりあえずボタンを押してみますね。その方向にキーはありません。ありません。じゃあこっち、その方向にキーはありません。ありません。何ですって？ちょっとこの問題に向けてやってみましょう。その方向にキーはありません。もうないじゃない。じゃあ上を向けてみましょう。その方向にキーはありません。何ですって？キーを見つけ箱を開けろでしょ。箱っていうのは多分これなんですよね。キー、鍵が見つかればこの箱が開くということです。穴にはめる。じゃあまあこっちやってみましょうか。こっち、その方向にキーはありません。何にもない。じゃあ下、その方向にキーはありません。これは困ったぞ。俺は今全部やったよね。あっちもやったし、こっちもやったし、こっちもやったし、こっちもやったし、上と下もやったけどキーがありませんですって。ちょっとよくわかんないので、まあキーってでもさ、これの鍵だからそんな大きいものじゃないんですよね、きっと。電話がある。ハーゲンダッツ電話だ、かわいい。タケル様、今タケルさんが行っていたことは間違っていませんよ。そのまま根気強く続けてください。え、マジガチの根気強さってこと？ダウジングは、その方向にキーはありません。その方向にキーはありません。スタッフが大変だぞ。その方向にキーはありません。その方向にキーは一つあります。こっちだ。こっちでした。大丈夫ですか？この方向にキーが一つあります。その方向にキーはありません。ありません。その方向にキーはありません。さっきさ、てかこれ何、人力でやってんのかな。俺ここら辺でやったよね。その方向にキーはありません。あれ、その方向にキーは一つあります。ここ、その方向にキーはありません。その方向にキーはありません。うん、なるほど。同じところを指しても移動してるってことは、キーが移動してるってことかな。移動してるってことですか？でもさっき僕こっちずっと見てたけど、移動してるものは見当たらなかったんですよね。その方向にキーはありません。細かく探してみてください。細かく探す。さっきこっちだった。その方向にキーは移動していません。あります。あ、ここ？その方向にキーはありません。その方向にキーはありません。え、どういうこと？すっごいシビアってこと？タケルさん、その方向にボタンを押してからキーは動かさないようにご注意ください。
あ、わかりました。いや、重いんだって。その方向にキーはありません。え、全然わかってない。キー、大変だよこれ。その方向にキーはありません。さっきあったのにね。その方向にキーはありません。その方向にキーはありません。その方向にキーは一つあります。あれ、さっきなかったのに。こっちにあるって。もう一回押してみよう。その方向にキーは一つあります。その方向にキーは一つあります。その方向にキーは一つあります。おい、どういうことだ。あるって言ってるぞ。その方向にキーはありません。ありません。その方向にキーはありません。ありません。ありませんって。その方向にキーはありません。ありませんが、なくなっちゃったんだ。その方向にキーはありません。え、でもさっきキーは動いてないって言ってましたよね。その通り。キーを見つけ箱を開けろ。タケルさん、かなり近づいておりますよ。だってさっきキーありますって言ってましたもん。その方向にキーはありません。なくなっちゃったな。これ一生懸命やる。また。その方向にキーはありません。な、やばいやばいやばい。ないない、またなくなった。なくなった。その方向にキーはありません。これはなくなったぞ。また。その方向にキーは一つあります。その方向にキーはありません。あれ、さっきこっち刺したらあったんですよね。さっきカメラマンさん刺したらあったんですよ。こっち。その方向にキーはありません。さっきでもこっち刺したらあったんですよね。タケル様、その方向にキーかなり苦戦されていますね。先ほどご覧になっていたモニターの周辺を慎重に調べてみてください。え、どういうこと。その方向にキーは一つあります。あれ、さっきはさっきと変わった。どういうことだ。その方向にキーは一つあります。あるって言ってる。その方向にキーは一つあります。ここは刺す。あれ、普通に。その方向にキーは一つあります。あった、あったぞ。じゃあこれですね。取りました。いまいち分かってないけども、さっきこっち刺してあるって言ってたのは何だったんだろう。どういうことだ。謎ですかこれは。喋んなくなっちゃった。普通にやりました。4番の答えがご褒美って書いてあります。ごめんなさい、時間がかかった。じゃあ5を解きますね。クリスプチョコ、クリスプチップチョコレートの1がク、リッチミルクの1がリ、クッキー&クリームの4がム、ラムレーズンの2がムなのでクリームと。で答えはバカンス、バカンスですね。はい、これで全部解けました。矢印を読むと青い本の中を見ろとなります。青い本がここにありそうなのでこれの中を見ます。出てきました。電話の使い方。810ハーゲンダッツ本社の平井さん、345ハーゲンダッツ工場の鈴木さん、121ハーゲンダッツ商品開発の小島さん、310一定時間視聴者のコメントを見ることができる、一度使うとしばらく使えない。なるほどなるほど。ピンポンだ。モニター側に、まずは本社の平井さんに電話をかけよう。わかりました。ち
ちょっとごめんなさい、僕平井さんに面識がないので、緊張しますけども、ハーゲンダッツ本社の平井さん、810。あ、平井さん。平井さん、こんばんは。こんばんは、平井さん。こちらです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ハーゲンダッツジャパン代表取締役社長の平井です。あら、平井様。ハーゲンダッツハウスへようこそ。ありがとうございます。お越しくださいました。ありがとうございます。これは収録なのか生なのかどっちだろう。お、生？もちろん生です。マジですか？こんにちは。お待ちしてましたよ。あ、大変お待たせいたしました。こっちです。こっちです。たけるさん、こっちこっち。見て見て。見てる見てる。え、もう行っていい？そっち行っていいの？平井さん。モニターの方に来て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 ください。はい。あ、どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。平井です。お待ちしてました。ありがとうございます。ようこそハーゲンダッツハウスへ。ありがとうございます。本日は、ご存知の通りハーゲンダッツの日ということで、たけるさんにはなんとかこの館の謎を解き明かしていただき、はい、視聴者の皆様へ8100個のハーゲンダッツをお届けできたらというふうに思ってますので、はい、よろしくお願いします。頑張ります。頑張ってください。はい、これからたけるさんにハーゲンダッツに関する問題を出します。はい。で、この問題では視聴者の皆さんと協力して回答をしていただきます。わかりました。ですからお一人じゃないですよ、皆さん協力していただけますのでお願いします。それでは、成功をお祈りしてますので頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございました。平井社長ありがとうございました。たけるさん、ここまでの謎解き大変お見事でございました。ありがとうございます。音量上げたいな。私の声ですか？あ、今上がりました。はい、ありがとうございます。そこまでやってくださるんですね、ご自身で。はい、やりますよ。ありがとうございます。はい、ではたける様、ここまでの謎解きお見事でございましたが、時間制限はございませんので、ほう、ごゆるりと謎解きを続けていただければと思います。なるほどなるほど。では先ほど平井社長がおっしゃっていた通り、これから出題される問題は視聴者の皆様の力が必要で、お一人では解けません。視聴者の皆様のお力が必要になるときは、画面右上にアイコンが表示されます。このアイコンが出たときは、たける様を助けるためにどんどんツイートしてあげてください。まずチュートリアルとして視聴者の皆様に聞いてみましょう。お題は、視聴者の皆様のお好きなフレーバーは何ですか、でございます。ぜひたける様の方からお聞きください。視聴者の皆様に聞いてみてください。視聴者の皆さんのお好きなフレーバーは何ですか？ありがとうございます。でもたける様、視聴者の皆様のお声を聞くためにはあることをしなければいけませんよね。はい、電話ですね。その通り、お見事でございます。ではたける様、はい、視聴者の皆様に一言お願いいたします。一言。ええ、310電話しますので、ええ、皆様のお声をお聞かせください。素晴らしい、ありがとうございます。よし、310。そうすると多分また向こうに出るシステムの気がするぞ。あれ、あい、なんだこれは。視聴者の方とつながりました。そちらのタブレットをご覧ください。はい、タブレット、タブレットなんか渡されました、突然。あ、これでグリーンティー、マカデミアナッツ、バニラ、グリーンティー、いちご、ラムレーズン、バニラ、クッキー&クリーム、すげえ、人それぞれ。なんか皆さんのこれは何ですか、ツイッター？その通りです。そちらで視聴者の皆様の声を聞くことができます。なるほど。お茶みさん、クッキー&クリーム、たけるさん頑張ってありがとうございます。タヒチバニラ、も捨てがたいゆりさんですね。サムさん、マカデミアナッツ、 PPI さん、たけるフレーバーってあり、スカラさん、ラムレーズンなどなど、たくさん皆さんありがとうございます。はい、皆さんの好きなフレーバーが分かりましたよ。
では視聴者の皆様とのコミュニケーションはこれで大丈夫ですね。おい、ではタケル様、このように視聴者の皆様からご協力をこれからいただくことになります。はい、わかりました。バッチリですか？バッチリです。これから2問問題を出題いたします。はい、視聴者の皆様と協力し正解を導き出してください。わかりました。それでは1問目こちらです。こっちに出るんですね。アイスクリームに含まれる空気の含有率のことをカタカナ6文字で何という。アイスクリームに含まれる空アイスクリームに含まれる空気の含有率のことをカタカナ6文字で何という。これは皆さんちょっと僕に教えてください。これは僕は分かりそうにないので、知ってる方もいるのかもしれない、知ってる方もいるのかもしれないけど、なかなか難しい問題だと思うので、ぜひですね、おのおの調べていただいて、分かった方僕に教えてください。オーバーランって来てるけど、ルルマルさんオーバーラン、マルモさんオーバーラン、タケルンオーバーラン、オーバーランって来てるな。オーバーランなんじゃない？6文字だし。どうでしょう、オーバーラン。ありがとうございます。皆さんお見事でございます。ありがとうございます。モジャさん、コタロさん、スーさん、ありがとうございます。皆さん分かりました。視聴者の皆様すごいですね。さすがです。では続いての問題こちらです。テーブルの上に最初から置いてあったハーゲンダッツバニラのカップには間違いが3つある。その間違いをすべて見つけ出せ。なるほど、これのことですね。こちらテーブルの上に最初から置いてありましたハーゲンダッツバニラです。その通りでございます。このカップに間違いが3つあるらしいですよ。では視聴者の皆様と協力してその間違いを探し出してください。皆さん、じゃあこの間違いを教えてください。ただ僕からもちょっと勘で答えてもいいですか。この花が違う。すいませんでした。ふんわり香るって書いてありますね。ここの白い部分の面積が違う。はい、すいませんでした。はい、すいませんでした。はい、皆さん教えてください。110ml ってなってます、内容量。種類別アイスクリーム、多分デザインが違うんだと思うんですよね。あ、葉っぱがない。すいませんでした。これですね、今これふんわり香るってなってますけど、バニラはほのかに香るです、正しくは。ちょっと待ってくれ、みんなが結構適当に言ってくるわ。じゃあだとしたら割と視聴者が勘で言ってくるわ。あ、視聴者の方がですね、もうバッチリ写真送ってくれました。でもやっぱさ、白い部分の面積の違くない？ちょっとこっち白い部分多くない？と思うんですけど、ここの白が多い。違う？じゃあ分かった、このハーゲンダッツがこれがちっちゃい。だって写真送ってきてくれてますけど、バーコードの中に数字が書いてある、これのことですか？このバーコードの中にこの数字が書いてあるのがおかしい。ちょっと待ってくれ。あ、カップがミニカップ、リボンがない、リボンがない、リボンあるよ。ちょっとまず皆さんに隅々まで見てもらう時間をがいいのかもしれない。今これ撮ってます。この上はこちらになってますね。上はのデザインはこっち、こんな感じ。ちょっと360度ぐるっとお見せします。こんな感じ。3つ中今1つも出てませんからね、これは大変ですよ。こんな感じです。で、裏はこんな感じ。どうでしょう。あ、ふんわり香るではなくふわり香る、これが正しい。ありがとうございます、 MMM さん、ありがとうございます。タミーさん、バーコードのところのこれカップが、正しくはミニカップです。
ありがとうございます、タミさん、ありがとうございます。お、やっぱちゃんと見せるとみんな分かってくれる。ミンクさん、赤いラベルのデザインがないってどういうことだ。赤いラベルのデザインがない、ちょっと違うようですね。赤いリボンなし。今は、赤いリボンにふんわり香るがふわり香るが正しいのと、カップがバーコードに書いてあるカップがミニカップっていうことが分かりました。容量は 110ml で正しいようですね。ふんわり、皆さんふんわりを言ってくれてますね。ハーゲンダッツは群馬で作られています。箱が大きい、箱が大きい。カップの色、大きさが違う。ふわり、みんなふわりだ。さて、北海道、側面のバニラの下にラクトアイスって書いてあるのが違う。おー、ごめんなさい、違うみたいです。ふわり香る、ちょっと一旦最新を更新してみましょう。最新を更新するとみんなミニカップのくせに大きい。ケケケさん、くせにっていうところがちょっとね、よくないですよ。ミニカップのくせに、ミニカップなんです。URL は住所、あ、意外とじゃあみんな分かってないんだ。あ、製造場所は北海道高崎市になっている、いるが実際は、実際はですね、群馬県。ありがとうございます。これはちなさん、ありがとうございます。ちなさん、ききちゃんさんなどみんなが書いてくれました。ありがとうございます。たける様、お見事、正解でございます。ありがとうございます。視聴者の皆様もどうもありがとうございました。次に310へ通信できるタイミングはまたお知らせいたします。わかりました。さあ、ではここで私からハーゲンダッツの豆知識をご紹介させていただきます。はい。バニラの謎。フレーバーの中でも年間を通して人気のバニラ、その美味しさの秘密は、ハーゲンダッツで年間を通して人気のバニラの美味しさの秘密、それは4つのシンプルな素材で作ること。ミルク、砂糖、卵。バニラはミルク、砂糖、卵、そしてバニラ香料だけ。安定剤や着色料は一切入っておりません。なるほど。このこだわりは家庭のキッチンに置いてあるような誰もが知っている素材を使う、ハーゲンダッツのキッチンフレンドリーというポリシーから生まれています。大切な人に安心して食べてほしい、そんな思いからずっと守り継がれているポリシーです。さすがです。だからこそ食べ飽きることのない美味しさなんですね。年間を通しての人気には理由があるんですね。タケル様、いかがですか。こんなに深い味なんですけど、シンプルな4つしか使ってなかったんですね。そうなんですね。それはとすごいですね。では続いては、はい、滑らかな口どけの謎。はい。どうしてハーゲンダッツは滑らかな口どけなの。どうしてなんでしょう。滑らかな口どけ、その理由は先ほどの謎でも出たオーバーランと言われるアイスクリームの中の空気の含有量に隠されていました。ハーゲンダッツはアイスクリーム内のオーバーラン、つまり空気含有量が20から 30% と低く、アイスクリームの密度がギュッと高いため滑らかな口どけになるのです。なるほど。ただしオーバーランが低いことで冷凍庫から出した直後はカチコチに感じることもあるようです。なるほどね。そんな時は常温で少し置いてからカップの横を少し押してみてください。ね、少しへこむくらいが食べ頃のサインです。おっと、こんな話をしていたらアイスクリームが食べたくなってきましたね。食べたいよ、暑いし。皆さんもぜひこの生配信食べながらお楽しみください。食べたいよ。
俺も食べたいよ。食べたいですね。食べたいです。ではこのような豆知識も、はい、私の方からどんどん出させていただきますので、お楽しみに、はい、僕も食べたいです。食べたいですね、はい、頑張ってください。ありがとうございます。それではファーストステージ最後の謎です。あら、モニターをご覧ください。もうこれですね。枠の中に7つのパネルを正しく当てはめよう。あ、来ました。ありがとうございます。こちらですね。7つのパネルというのが これでしょう。 1,2,3,4,5,6,7 とあって、それぞれなんか絵が描いてありますね。絵が描いてあります。これで7つあるとなると、もうこちらは1週間曜日を表しております。赤が日曜日なので太陽、青が土曜日なので土とやっていきますと、日月火水木金、これで正しく当てはりました。ちょっと見てみましょう。お、なんか絵になりそうですね。こんな絵ができました。で、きっとこれの名前がここに入るんでしょう。で、こちらの名前もここに入るんだが、この名前がわからないぞということで、これまた視聴者の皆さんにはまだ聞けないんですか？聞けません。聞けませんなんだ。じゃあハーゲンダッツ商品化、あ、ハーゲンダッツ工場の鈴木さんに電話してもいいですか？電話してみてください。しよう。あれはなんか工場で作ってる機械っぽい感じがするので、ちょっと鈴木さんに聞いてみよう。3-5。もしもし。もしもし、たけるさん、こんばんは。佐藤です。こんばんは。こんばんは。ものづくり本部生産部の鈴木と申します。たけるさん、こんばんは。こんばんは。どうかされましたか？ちょっと鈴木さん、こちらの絵を見てもらってもいいですか？はい。これ見えますか？今この写してもらって。はい、見えてます。この装置なのか、見覚えございませんでしょうか？あ、見覚えありますね。ありますか？はい。こちらの名前教えてください。はい、まずそちらの設備なんですけど、はい、ミキシングタンクです。ミキシングタンク。はい、ミキシングタンク、ミキシングタンク、ぴったり丸が当てはまりそうです。ありがとうございます。よかったです。こちらの装置は何でしょう？はい、そちらはフリーザーです。こちらフリーザー、こちらもぴったり当てはまりそうですね。はい、はい、鈴木さん、ありがとうございます。 ありがとうございます。あ、ちなみに、はい、ミキシングタンクっていうのはミルクや砂糖、それから卵などの主要な原料を混合してアイスクリームの元となるアイスクリームミックスを作るための設備です。そしてフリーザーというのはそのアイスクリームミックスを高速でかき混ぜて空気を混ぜ込みながら急速に冷やして凍らせる機械なんです。カンペが出てるなんてことはないですよね。あ、バレました。あら、もう鈴木さんたら。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。おかげで謎が解けました。あ、よかったです。引き続き頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらミキシングタンク、こちらフリーザーということなんで、1,2,3,4 のひらがなを拾うと答えはクリーミー。どうでしょう。ありがとうございます。あ、なんか出ました。アイスを作り出しスプーンを突き刺すことで道は開かれる。この謎を解くことができれば2つ目の部屋の鍵を開けることができます。こちらがファーストステージ最後の謎です。ほう、アイスを作り出し、あれ、なんかこれに似てる感じしますよね。ああ、横1をひっくり返すとアイスができますね。なんでこれが取れるのかな。ひっくり返します。アイスができましたので、スプーンを突き刺すことで道が開かれる。スプーンがありましたね。こちらスプーンですね。このスプーンどこにどう突き刺すんだろうか。
これをどう突き刺すんだ。アイスを作り、アイスに刺すのかな。ピンポン。ここ押したらなんかなった。お見事。ありがとうございます。ファーストステージクリアです。ありがとうございます。いかがでしたか、ここまで。いや、皆様の協力のおかげでなんとかできました。ちょっとダウジングマシンだけ分かんなかったよ。ダウジングマシンだけ分かんなかった。失礼いたしました。タケル様、支配人の私から一つよろしいですか。はい、何でしょう。スムーズすぎます。あれ、すごいですね、本当に。そうですか。私が思っていたよりもタケル様、かなり謎解きがお得意なようでございますね。いえいえいえ、はい、勝手に何年もやってませんので。素晴らしいと思います。ではここで私からハーゲンダッツの豆知識ご紹介させていただきます。ぜひ。マイナス40度の謎、繊細で滑らかな食感のハーゲンダッツ、どうやって美味しさを保っているのか。ポイントはアイスクリームを冷やす時の温度。アイスクリームの中にはアイスクリスタルという氷の結晶が存在します。温度上昇とともにアイスクリスタルは大きくなり、ザラザラとした食感になってしまいますが、ハーゲンダッツではアイスクリスタルが大きくなるのを防ぐために、工場の製造時にはなんとマイナス40度で急速に冷やし、そして配送時や倉庫でも温度管理をしています。滑らかな食感がお客様のお手元に届くように品質維持を徹底しているのです。タケル様、こちらご覧になっていかがですか。ほう、アイスクリスタルが小さい方がいいんですね。その通りです。へえ、そのためにマイナス40度で急速に冷やすとアイスクリスタルが小さいまま凍るってことですかね。そうです。アイスクリスタルが小さいと滑らかな口当たりになるということです。ありがとうございます。ではタケル様、はい、次のステージへお進みください。どこじゃ。続いての舞台となるのがこちらの部屋。モニターや絵画、壁には1枚の絵画が飾られています。そして奥には怪しげな階段のオブジェが。果たして全ての謎を解き、無事に次の部屋にたどり着くことはできるのか。なるほど。はあ、またおしゃれな。それではセカンドステージ開演です。モニター上がりました。タケル様、はい、まずはテーブル中央に置かれているパネルを裏返してみてください。これか。その通りです。裏返します。3つの合言葉を見つけ出せ。モニターに出題される謎を解き、まずは3つの合言葉を見つけ出してください。モニター、1つ目はこちら、はい、これです。これが出ました。これはこの部屋の地図になってそうな気がしますね。そこが入り口で、そこがくぼんでいて、ここにテーブル椅子4つ、テーブル椅子4つ、ピアノがあると。でピアノのところになんか焦点みたいな、ターゲットみたいになってるので、ここに何かがありそうだ。ここでしょう。ここに何かがありそうだ。ないぞ。ん？あ、下に何かありましたね。これは取れるのかな。取っていいのかな。取ってみてください。ただピッ、あ、取れました。合言葉1、武道館。一つ目の合言葉を手に入れました。はい。2つ目の合言葉を手に入れるために謎がモニターに出題されます。分かりました。ご覧ください。お、なんかさっきここの位置にありましたね。でここにだから合言葉があるはずで、これが今揺れていて、この部屋はこの、あ、この地図、この部屋はこの部屋じゃなさそうってことは、多分さっきの部屋なんですね。でさっきのこの位置に今こうやって揺れてるものっていうのは多分振り子時計の振り子なんじゃないかなと思うぞ。
時計がありました。振り子の裏に何かありそうだぞ。ありました。ミニシアターですね。お見事、二つ目の合言葉を手に入れました。入れました。三つ目の合言葉を手に入れるための謎が先ほどのモニターに出題されます。そして視聴者との通信310が再び使えるようになりました。わかりました。この電話でいいんだね。うわっ、これは大変だ。この地図が皆さん見えますか？この地図がどこだかちょっと僕には分かんないんですけども、この地図のなんか車で移動してんのかな。多分この広さは車なのか分かんないですけど、ちょっとこれは僕はちょっと分からないぞ。皆さん分かりますか？これなんだろう、なんだろうね。ちょっと難しそうですけど、電話して聞いてみよう。310。皆さん、これで視聴者の皆様とつながりました。つながりました。タブレットをご確認ください。宣伝のトラックだ。お、エリンエさん、何ですかそれは。渋谷だと思います。なんでわかんのみんな。くるみさん、アピーさん、渋谷だと思います。なんでわかんの。お、ハイライト、何ですかこれは。ママさんかな。こんなトラックがあるんですか。ちょっと見て、すごいよこのトラックで。なるほど、確かにこのトラックに書かれた、謎を解くと答えはハイライトになりますね。ちょっとどういうことなんですか。もうちょっと見てみましょう。ハーゲンダッツのトラックじゃん、ほら。なんでわかんのみんな。渋谷区、そうなんだ、ここ渋谷区なんだ。皆さんの情報を、集めますと、どうやらここは渋谷で、渋谷にこのハーゲンダッツのトラックが走ってるそうで、そのハーゲンダッツのトラックに書かれた謎の答えがハイライトなので、合言葉はハイライトなのでしょうか。その通りです。おー、すげえ、みんな早いね。3つ目の合言葉を手に入れました。みんなありがとうございます。視聴者の皆様どうもありがとうございました。すごいね。次に310へ通信できるタイミングはまたお知らせいたします。はい、あ、じゃあこれ返却。タケル様、視聴者の皆様へ一言お願いいたします。いや、よくあれすぐ渋谷って分かりましたね。すごいです、ありがとうございます。皆様本当に早かったですよね。すごいね。なんで。さあではセカンドステージ最後の謎、はい、部屋の中のモニターをご覧ください。はい、あ、こっちに出た。カップを正しい位置に配置しと同じ模様を押し込め。でここには4段あって、まるで4つ、インドア、歯ブラシ、タイトウ、ミニカーっていう丸で書いてありますね。4段あります。でグリーンティーが3、4、5、6個、グリーンティーが6個、ストロベリーが5個、ラムレーズンが5個、全部で16個あるわ。合わせると全部で16個、なんでこれが全部ぴったり置くんだろうね、どっかにね、こうやって。あ、なんか入るわ。ただ正しいカップっていうのはどういうことなのかわからないですね。何ですかこれは。グリーンティー、ストロベリー、ラムレーズンっぽいけども、4、8、何でしょうね。ちょっと微妙ですか。ちょっとこれじゃあどっかわかんないですね。でもこの、あ、ごめんなさい、グリーンティーが6個あって、ストロベリーとラムレーズンが5個なので、これをここに置くことは間違いない。ミニカーとかわざわざひらがなが書いてあるから、
さっきの言葉ハイライトでしたね。ハイライト、武道館、ミニシアター、合言葉3つを足すと16個なので、それがどうも対応してるのかな。ラムレーズンが武道館なのか、でグリーンティーがミニシアターなんですかね。これでやってみましょう。グリーンティーが、そう、あの合言葉を見つけた時に武道館って言葉の上にラムレーズンのイラストが書いてありました。で合言葉2を見つけた時はミニシアターって言葉の上にグリーンティーのイラストが書いてあったので、それを使うんじゃないかなと思います。グリーンティーをミニシアター、あ、グリーンティーがミニシアター、ちょうど数もぴったりでした。で次ラムレーズンを武道館に入れます。ラムレーズンを武道館と。ですいません、さっき のトラックにハイライトって書いてあったトラックに何のアイスのイラストが書いてあったのかちょっとはっきり分かんないんですけど、きっとストロベリーのイラストが書いてあったんじゃないかなと思いますので、ストロベリーをハイライトに置きます。ハイライト、これでぴったり全部埋まりましたね。まずカップを正しい位置に配置することができたんだと思います。次、これと同じ模様を押し込め。でこれで多分あのイラストを使うのかな。多分グリーンティーが2、ラムレーズン1、グリーンティー1、グリーンティー、ストロベリー、ストロベリー、ラムレーズンの 4×4 の場所があそこにあるんじゃないでしょうか。ここかな。グリーンティー、グリーンティー、ラムレーズン、グリーンティー、グリーンティー、ストロベリー、ストロベリー、ラムレーズン、ストロベリー、ラムレーズン、ストロベリー、グリーンティー、ストロベリー、ラムレーズン、ラムレーズン、グリーンティーなので、この 4×4 がぴったりあそこの配置と一致するので、ここ押し込んでみます。にゃっ、お、なんかドーンって言った気がするぞ。電話が鳴ります。ん、なんかドーンって言ったよね。シャーンとも言った。ん、ちょっと裏見てみますか。タケル様、はいはいはい、部屋を出る必要はありません。部屋を出る必要はない。じゃあ何かが変わった？何かが、何か起きました？何かが変わっています。それを見つけ出してください。お、何が変わったんですかね。なんかドンみたいな音になりましたよね。でもこっちっぽいですよね。こっち行っていいですか？タケル様、はい、先ほど並べられたカップの方へ向かってみてください。なるほど、この引き出しが開いたとかですか。 なんか やばそう、やんない方がいい。引き出しではございません。あ、なんかガチのやつが出てきちゃってすみません。でも好奇心を抑えきれない。あ、なんかいろいろ出てくる。タケル様、はい、引き出しではございません。あ、すみません、分かってるんですけど。何ですか、じゃあ何が変わったの。もう一回押してみよう。ここを押せるんだよな。なんか変わった？なんか今変わった？タケル様、はい、カップをよく見てみてください。え、怖いよ。あ、上に見てください。上からここなんか光がついて字が浮かび上がってます。これ見えてる？みんなこれわかる？上から読むと回答はブラインドになってます。見えたよ。回答はブラインド。だからブラインドなんだ。
タケル様、お見事、セカンドステージクリアです。ありがとうございます。面白い。さあ、ここで私からハーゲンダッツの豆知識をご紹介させていただきます。楽しみ。透けないカップの謎、何でしょう。どうしてグリーンティーのカップは他のカップと違うのか。先ほどの謎解き、グリーンティーのミニカップだけ光を通していませんでしたね。ああ、そうなんだ。そうなんです。実はこれもハーゲンダッツのこだわりなんです。上から光が来てたんだけど、ここが光ってたんだ。そうなんです。でグリーンティーだけは確かに光を通してない。その通りでございます。へえ、なんで。抹茶は光や熱に弱く、変色したり味わいが損なわれる場合があります。へえ。それを防ぐため、ハーゲンダッツグリーンティーのカップは遮光性のあるカップや内蓋を使用し、繊細な味わいを保つようにしているんです。それは面白いね。グリーンティーだけではなく、品質管理の観点品質管理の観点で必要な場合には、同様の遮光カップや内蓋を採用しているフレーバーもあるそうなんです。種類によって違うんだ。その通り。きっと次食べた時、透かしてみたくなっちゃいますよね。確かに。ではタケル様、ここまでの謎解きいかがでしたか。いやー、面白い。よかったです。ありがとうございます。では次のステージへお進みください。行こう。どんどん行こう。サードステージはこちら。1台のモニター、そしてテーブルの上には1枚のパネルとタブレット。これまでに比べて仕掛けもないシンプルな部屋になっています。一体ここではどんな謎が出てくるのでしょうか。ここだ。ほう、こんばんは。タケル様、はい、モニターの横にお立ちください。ここ、はい、こっち、そちら側です。それではサードステージの開演です。まずはこちらの質問にお答えください。はい、モニターをご覧ください。お住まいの都道府県を答えください。僕は東京都に住んでます。では東京都の謎を出題しますので、正解をお答えください。わかりました。こちらです。東京都の謎ってのがあるんですか？東京都の謎、箱アイスの上に14523って書いてありますね。イコールハイスコアなので、この順番12345、拾うとハイスコアになるので、これは何ですか？氷し中身。氷し中身の123を拾うと、雷起こしが答えです。正解です。なんだっけ雷起こし。では机に置いてあるパネルを裏返してみてください。おい、これですね。これキーワード表。先ほどの東京都の謎に正解しましたの画面と照らし合わせ、東京都のキーワードを導き出してみてください。なるほどなるほど。ちょっとなるほどなるほど。なんか上にストロベリー、クッキー&クリームなんとかいろんな種類がありますね。どういうことでしょう。ああなるほど、ストロベリーストロベリーとクッキー&クリームのペアみたいなのが、それぞれのペアが6個あるので、それに対応すると6文字の言葉が出てくるのかな。やってみよう。まずストロベリー、クッキー&クリームなので、ここはストロベリーですね。で上がクッキー&クリームだとすると、横はクッキー&クリームで、木、次バニラ、こちらですね。でグリーンティーは、グリーンティー今日、次ラムレーズン、バニラ、ラムレーズンでバニラ、ここまでで今日が出てますね。今日、次マカデミアナッツ、マカデミアナッツがこちらで、クリスプチップチョコレート、クリスプチップチョコレートが一番端だ。
のでリとなります。次バニラグリーンティーはさっきやったかな、ので強量まで出ましたね。ストロベリーリッチミルクをやってみましょう。はクなので、強力です。正解です。はい、お見事でございます。実は47都道府県の謎というものが事前にウェブで公開されておりました。こちらは選択したお住まいの都道府県の1問しか解くことができない謎ですので、もうタケル様は謎を見ることができません。なるほど。ですがこの瞬間再び視聴者との通信310番が解禁されました。47都道府県を8ブロックに分け、北海道は1つ、その他のブロックは2箇所ずつのキーワードをタケル様に口頭でお答えいただきます。つまり15箇所のキーワードを答えるとこのステージ最後の謎が出題されます。回答する際は〇〇県のキーワードは〇〇、このようにお答えください。視聴者の皆様、キーワード表はツイッターライブの支配人アカウントに貼ってありますので、そちらをご覧ください。あ、この全く同じキーワード表があるんですね。その通りでございます。どこにあるんでしたっけ、ツイッター？その通りです。キーワード表はツイッターライブの支配人アカウントに貼ってあります。じゃあツイッターライブの支配人アカウントにあるこのキーワード表を使って皆さんのお住まいの、キーワードを教えてください。その通りでございます。やり方はもう一回言う、その答えに正解した時にこう2つのペアのアイスクリームが出たと思うんですけど、例えばバニラとストロベリーだったらこうバニラとストロベリーの場所がカなのでカだみたいな感じですね。でそれをこの順番で読むと、6文字かな、それぞれのもしかしたら県で文字数は違うかもしれないんですけどキーワードが、導き出せるので、それを僕に教えてください。素晴らしいです。それではタケル様、はい、視聴者の方々に謎を解いてもらい15個のキーワードをお答えください。310リリ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 リ、皆さん視聴者の皆様とつながりました。つながりました。僕は北海道は1個でいいが、それぞれの地方のやつは2個答えないといけないみたいなので、まあとりあえずバンバン言ってきます。神奈川県の、キーワードランドマーク、アヤティさんありがとうございます。新潟県焼きおにぎり、秋033秋丸さんありがとうございます。関東はクリアです。お、関東クリア。じゃあ他を行こう。ん、まだ飲めてない。愛知県シルコサンド、これはあれですね、シルコサンド多分愛知県の答えなんでしょうね。だから皆さんそれぞれの県の答えを導き出して、その答えの正解しましたって出てくる画像のアイスクリームのそのイラストを使ってキーワード表を対応させてキーワードを出してほしいです。そのキーワード表っていうのはそのツイッターライブ支配人アカウントにあるようなので、そのキーワード表、まあ、こちらですね、このキーワード表と照らし合わせてキーワードを出してほしいです。静岡県海産物、おお、ルナさんありがとうございます。富山県ホタルイカ、多分ねキーワードと答えがね若干ごっちゃに、お、長野県のキーワードは七味、タケルさん中部地方クリアでございます。中部地方クリアありがとうございます。まだ問題を解かれていない方は同じく支配人アカウントのプロフィール欄にリンクが貼ってありますので、今からでもそちらをご覧ください。愛知県シャチホコ、まあでもそういうのは出てんのか、愛知は行けたってことか、あ、違うぞ、愛知県シャチホコ違う、もう出てる、
そこはもうクリアしているところでございます。本当だ。だから出てないのが東北、近畿、九州、四国、中国の皆さんお願いします。沖縄県パイナップル、のりのさんありがとうございます。北海道リッチミルク、ありがとうございます。これは顔文字さんですね。ちょっと読めない、顔文字さん。北海道クリアです。北海道クリアありがとうございます。秋田県プレゼント、しおりさんありがとうございます。北海道リッチミルク、ゆうとくんもありがとうございます。長野県ウインター、お水さんありがとうございます。岩おこし大阪、大阪岩おこし、違う、これ京都重箱、京都重箱が合ってると。森ブックさんありがとうございます。山口ブロッコリーありがとうございます。極楽お寿司お化けさんありがとうございます。福岡ストロベリー、これやった、大分焼酎あーさんありがとうございます。春今を楽しみたい薬学生さんありがとうございます。九州沖縄クリアです。九州クリアなので次は中国、四国、近畿、東北、引き続き頑張っていきましょう。現在4ブロッククリアしております。秋田はプレゼント、秋田は出てるんだな。東北、秋田以外の東北の皆さん頑張って秋田はたくさん来るけど他の東北が来ないぞ。兵庫県天守閣、違う、あ、天守閣合ってる。レモンジャムさんありがとうございます。レモンジャムさんありがとうございます。岩手県南部せんべい、これは答えかな。近畿地方クリアです。近畿地方ありがとうございます。青森アップルパイ、あ、チッチさんありがとうございます。これで東北もいけたんじゃない。いけた、チッチさんありがとうございます。東北地方クリアです。あとは四国と中国、四国と中国、四国、あ、徳島のキーワードカリフラワー、ゆうきさんありがとうございます。強いぞ。四国と中国、四国と中国、四国と中国、四国中国、山口ブロッコリーは出てる。ちょっと一回最新行こう。四国と中国お願いします。岡山きびだんご、いや多分これも答えなんだろうな。岡山県昔話、お、もっこさんありがとうございます。お、いいぞ、これで中国もクリアじゃないか。中国地方クリアです。あとは四国、香川か愛媛か高知の皆さんお願いします。ラスト一つでございます。香川か愛媛か高知、高知芋天、違う、香川肉うどん、お、ゆうさんかな、ありがとうございます。来た、全部できた、お見事、ね、15箇所のキーワードが集まりました。視聴者の皆様ありがとうございました。てかこれすごくない、このだけでさ47個のキーワードが導き出せるようになってんだって。視聴者の皆様と力を合わせてお見事正解でございます。ありがとうございます。それではサードステージ最後の謎です。はい、問題が出ました。秋田県、群馬県、京都府、佐賀県、これはまあ予想ですけど秋田県の5文字の3文字目を読むんじゃないですかね。例えば秋田県だったら、プレゼント、あの一致してますね。秋田県っていうのが5文字ですよね。その秋田県のキーワードがプレゼントで5文字なので一致してます。真ん中、秋田県の他の部分が光ってるのでプレゼントの是を読みます。群馬県のキーワードは、群馬県も露天風呂で5文字で一致しているので合ってそうですね。全ですね。
群馬県は露天風呂なので真ん中の運を読みます。京都府、京都府のキーワードは重箱なので京都府、こちらも一致してます。最後なのでこう読みますね。なので群馬が全校まで行ってます。佐賀県はこれで4文字のはずですね。キーワードが佐賀はどこだ、佐賀県、佐賀県は空港4文字でしたね。空港、佐賀県一番最初を読むので区です。答えは全国。ありがとうございます。タケル様お見事、サードステージクリアです。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。視聴者の皆様もありがとうございました。それでは私からハーゲンダッツ豆知識をご紹介いたします。ハーゲンダッツの謎、どうしてハーゲンダッツって何食べても美味しいんだろうって思ったことありませんか？何食べても美味しいよね、本当に。そう、これが最後の謎です。これまで数々のアイスクリームのフレーバーが登場してきましたが、全てに共通するのがミルクなんです。ほう。実はこのミルク、ハーゲンダッツが日本中を探し回り、ようやく見つけた北海道のミルク。あー違うんだ、牛乳が。決め手となったのはコク深さ、土壌や牧草、そして教育、そして飼育方法にまでこだわっているから、乳牛にとってストレスフリーでこの味わいになるんです。なるほど。ハーゲンダッツにとってミルクは大切な美味しさの源なのです。なるほど。タケル様ご覧になっていかがですか？まあ確かにそのミルクの感じがすごい食べてても伝わりますよね。ですよね。美味しいミルクなんだろうなとは思ってました。これが秘密でございました。へえ。それではタケル様、はい、最後のステージにお進みください。行きましょう。はい、こちらがラストステージです。壁には謎解きの鍵となる壁画、そして部屋の中央には巨大なカップとスプーンが。本日最後に立ちはだかる謎を解き明かし、無事にハーゲンダッツハウスから脱出することができるのでしょうか。はあ、最後か。今の何時なんだろう、今何時なんだろう。おうお、最後に来て一番広いじゃないですか。タケル様、はい、いよいよ最後の謎解きですが、はい、今の心境はいかがですか？いや、なんかめちゃくちゃ厳かな雰囲気で、大きいアイスがありますね。ええ、あの中にアイスが入ってて食べたいなって、アイスが入ってて食べれたらいいなと思ってます。無事に全ての謎を解けば最後に食べられるかもしれませんよ。なるほど、なるほど。それではご準備はよろしいですか？はい。ハーゲンダッツハウスからの脱出、ラストステージ開演です。まずは謎を一問出題します。はい、モニターをご覧ください。出ました。こちらの謎ですが、現在は9枚のパネルに完全に覆われていて解き明かすことができません。なるほど。おっと、ここで今視聴者の皆さんとの通信310番が解禁されました。なるほど。そうなんです、この謎は視聴者の方にご協力を仰ぎ、ハーゲンダッツアイスクリームの写真を指定された枚数集めることでパネルが消えて隠された謎が明らかになります。すべてめくる必要はございません。答えが分かった時点でご回答ください。はい。視聴者の皆様、写真を投稿する際は画面右上に表示されているハッシュタグタケル救出を今までのハッシュタグに追加して投稿してください。もう一度申し上げます。今までのハッシュタグハーゲンダッツハウスからの脱出に追加してハッシュタグタケル救出をつけてください。これを間違えるとタケル様は永久にここから出ることはできませんので、それでは電話をかければ
謎解きスタートです。じゃあ皆さんよろしくお願いします。タケル救出310、チリリリリ、これで繋がったんじゃないかな。皆さんにハーゲンダッツの写真を送ってもらえればいいんですよね。アイスの、お、来たよ。優雅に香るタヒチバニラ、西の民アルバさん、ありがとうございます。お、来たよ。ブータンさん、リッチミルク、ありがとうございます。お、もう10枚集まったぞ。10枚集まったので、この真ん中が空きました。10枚集まりました。次は多分50枚、100枚、150枚集まんないと、ちょっと150ぐらいはさすがに集まんないと厳しそうですね。皆さんよろしくお願いします。50枚集まりました。お、早い。これ どういう計算、早い。もうじゃあ俺は待ってればいいのか。送ってくれるみんなのおかげでどんどん開いていきます。真央さん、ありがとうございます。タミーさん、ありがとうございます。コトさん、ありがとうございます。みんな多分リアルタイムで多分食べてるんだ、アイスを。だからリアルタイムで食べてるアイスを送ってくれてますね。ありがとうございます。更新、お、たくさん送って、お、100枚集まった。すべてのパネルが開かなくても途中で分かった時点で回答していただいて結構です。じゃあちょっと考えてみます。もう100枚あったし、でもちょっと150ぐらいはいかないと厳しそうな気はしますけど、考えてみましょうか。お、モカさん、ありがとうございます。お、開いたぞ。150枚いきました。いった。123がアイスの時、白い123は何ですかということですね。で、要はここがアが入って、ここがスが入る。お、200枚集まりました。で、ここが TTT 何ですかね、これは。しりとりになってるんでしょうね。でもだとするならば、いや、しりとりになってないのか。吸って、ああ、 ST ですね。アルファベット順になってるはずです、きっと。ST が入るんでしょうので、 S の前は何だ、 OPQR、 R が入るのかなので、 AL が答えですね。ありがとうございます。多分全部開くとここに OP、 あ、 PQRSTUV って順番になってるんじゃないかな、多分。これが出たら分かりましたね。どうでした、アルファベットの順番でした。 PQRSTUV ってなってたので、この黒い丸1023を拾うとアイスと、で、白い123を拾うと答えはエールでしたよという問題でした。素晴らしい、お見事でございます。お、さあ、タケル様、これが本日最後の謎です。はい。8100個のアイスを見つけることができれば扉を開くことができます。え、ちょっと待って、ここの館のどっかに8100個のアイスがあるかもしれないってことですか。そうとも限らないけど、だとしたら嬉しいな、食べ放題じゃないですか。タケル様、はい、今おっしゃっていたこの館の中に8100個のアイスクリームがあるということですが、ご想像の通りでございます。おお、すげえ。いや、だとしたらもう冷凍庫ですよ。とにかく館中を歩き回って冷凍庫を見つければ。なるほど、そこでさっきのダウジングマシーンを使うんですか、多分ね。で、多分3文字さっきは KEY を当てはめてアイスを見つけたじゃないですか。なら今度は ICE をもし入れられたら、あれでまたちょっと僕が一生懸命ピコピコしてアイスの場所が分かるかもしれないってことかな。ただこれは何でしょうね。これはなんかよく分かんない謎の、おお、大きいスプーンがある。あって、なんかピースみたいな、でこのいちごバニラなんかよ、ちょっと
こういうのがあって、これ今まだ何だか分かんないですね。でこのピンクもあって緑もあってと、これ開けてみましょう。あれ何にも入ってない。タケル様、空っぽ。はい、そちらはまだ使う必要がありませんすいませんでした。いいえ。じゃあダウジングマシンかな。それ以外に手がかりないもんね。ちょっと戻ってみます。ただ ICE のパネルがなかった気がするんだよな。 C はあるぞ、 E もある。なので I さえあれば、 I さえあれば探せるはずだということですね。さっきはキーができましたけど、ここには今 OKY しかないので、このアイスが作れないんですね、3文字。なのでこれ、この四角の I を見つけたい。それさえあれば僕がこのめちゃ重ダイジングマシンを使ってアイスの場所を特定できるということなので、愛を探そうっていう時間かな。それでいいですかね。今まで見た記憶はないので、やっぱ一生懸命頑張って探すしかないのかな。一生懸命頑張って探してみる。この愛を探すためにダウジングとかできないよね。愛を3文字で表せないから無理だね。パネル、文字パネルとかできないもんね。無理。やっぱ頑張って一生懸命探すしかないかな。どこにあるかな。広い中でなんか闇雲に探すっていうようなことをさせるわけではない気はするんだがここが2ステージでしたね。あと3ステージもあったか。3ステージは、あ、ここはもうただ都道府県をやっただけなのできっとないんじゃないかな。そして今は皆さんと通信がつながっている時間でもないので、皆さんにヒントというか手がかりをもらうこともできず、8100個のアイス、あとは Y を I にするとかね。この K のこのクみたいなところがなくなったら I だな。これ取れたら I なのにな。取ったら怒るよね。 K のここがなかったら I なんだ。タケル様、はい、それはダメです。ダメです。わかりました。じゃあ、あとは平井さんと鈴木さんには電話しましたけど、まだハーゲンダッツ商品開発の小島さんにはお電話してないです。小島さんに聞いたら何かわかるかな。さてないぞ。多分 ICE をやるってところまでは合ってるはずなんだよね。ただ闇雲に探すのかな。なさそう。ただ探すだけじゃなさそう。
今までなんか使ってたりするのかな。なんかどっかに隠れてポンとか置いて、あ、ありましたね、これです。ここの大きい絵画、これの名前がレイクビュー。レイクビューの中に愛が含まれてるではないでしょうか。やったぜ、これで愛をゲット。俺はアイスをダウジングする。よし、待ってろよ、8100個のハーゲンダッツ。はい、 C E OK。 こっからが大変なのよ。タケル様、はい、ここまでお見事でございます、はい、ダウジングマシンですが、探したい方向に矢印を向けて、うん、1回ボタンを押したらそのまま動かずにお待ちください。わかりました、はい、わかりました。じゃあ重いですよね、きっと重いと思いますが、そうなのよ、何とぞお願いいたします、うん。その方向にアイスはありません。ですよね、さっきめちゃくちゃあれだったのよ、なんか置こう、まずね、はい、こっちにあるんじゃない。その方向にアイスは8100個あります。やばい、8100個あるからやっぱこの部屋なんだ。この部屋の中にアイスがあるんだ、絶対に。こっち。その方向にアイスは8100個あります。あります、8100個あります。ここら辺で押してみますか。その方向にアイスはありません。じゃあこっちだ。その方向にアイスは8100個あります。ある。じゃあもしこれを追い越してこっちだとどうだ。その方向にアイスは8100個あります。この先にあるんだ。タケル様、はい、モニターをご覧ください。はい、おお、見つけたと、8100個のアイス のありかが分かったので最後の謎が現れました。まずはハーゲンダッツのロゴを作れ。4つの方向それぞれで単語が完成されるピンク色の台座のブロックを回転させろ。なるほどね、この指示をやってきますと。でそれがこれなんだろう、これですね。よし、これどこで作るのが分かりやすい。ここの床でいい、ここの床で作るがいいだよね。はいはい、これだ。はい、ハーゲンダッツのロゴが、まあ厳密に言うと右端が左端が切れてはいるが、あ、なるほど、右端が切れてるのでここに端があるんだ。これでできると、これね、あ、よいしょ、これでできたんじゃない。切ったり切ったりできたかな。ここにもあるのかな、なんかちょっと切れてるよね、ちょっと切れてる気はする。ここが、ここに何か置きたくなるな。まあいいか、ここがちょっと切れてる気はするが。タケル様、はい、少し切れているということは、はい、その置き方ではないのかもしれませんよ。逆？あ、ごめんなさい、見落としました。こっちに下がありましたので、こういう向きでしたね。こっちだったんだね。これでハーゲンできましたと。よいしょ。これ紛れもなくハーゲンダッツのロゴが完成しました。できましたと。そしたらば
4つの方向それぞれで、4つの方向それぞれで単語が完成するようにピンク色の台座のブロックを回転させろ。はい、わかりました。ピンク色の台座のブロックはこれですね。で、4つの方向っていうのは多分こっちでしょう。で、これだけ回らないっす。他が全部回るので、これだけ固定されている。何でしょう。まずそもそも右には回せないぞ。ピーラピースピークリスピーで、はい、これでこっちから見るとアーモンド、こっちから見るとアーモンド、こっちから見るとウェハース、ウェハースで、こっちから見るとキャラメル、キャラメル、こっちから見るとクリスピーなので、4つの方向どっちから見ても単語が完成しました。次、8つのカップができるように緑色の台座のブロックを回転させろ。8つのカップができるように緑色の台座、はい、わかりました。あ、これですね。これも一番下だけビシッと固まってますわ。なので一番下を基準にやってきゃできるぞと。これかな。はい、これで、1、2、1、2、3、4、5、6、7、8できたかな。全部カップが8つできました。次、4つの方向それぞれで同じグループの単語が見えるように青い色の台座のブロックを回転させろ。同じグループの単語が見える。同じグループの単語って何だろう。同じグループ、ああ、そういうことね。バナナ、フットサル、ブレッド、スコーンなので、同じグループってなんだ。数字があるとか、3で7で4でみたいな、で1000でみたいなこと。ああ、数字がありそうだな。で、野菜があるのかな。ニラ、ナス、カブ、コーン、重ね木、ネギがあるか。これであってそうだぞ。こっちから見ると数字がありますね。イチゴ、フォーク、1000、3、バナナ。こっちから見ると野菜がありますね。ニラ、ナス、ネギ、カブ、コーンで、こっちから見ると色があるのかな。グリーン、黒、白、アイ、レッド、色があるのかな。で、こっちから見ると動物がいる。リス、ドッグ、豚、トラ、サルので、全部共通してます。できた。で、最後にライトを点灯させろ。わかりました。ライトを点灯させます。どうやってライトを点灯させろ。ライト、なんかスイッチがあるの。あ、これっぽいですよ。これがライトっぽいので、これを点灯させたい。点灯させたい。点灯したいよ。タケル様、はいはいはい、ライトには手を触れぬようご注意ください。わかりました。手を触れずに点灯するにはスイッチがあるはずだ。スイッチには手を触れていいんですか。はい、もちろんです。スイッチがこっちにあるの。スイッチ、このコードをたどっていくと、このコードをたどっていくと、あ、こんにちは、すいません、なんか違いますよね、すいません、違いました。じゃあ、あっちのコードをたどっていくと、こっちのコードをたどっていくと、あ、なんか現実があるだけだ、現実があるだけだぞ。
こんなところで俺がカチカチやりだしたら大変なことになるんだろうな。シーン入場とか書いてあるけど違うよな絶対に。タケル様、すいません、機材は触らないでください。すいませんでした。ということはこの裏にスイッチがあるんだ。まあでも現実だぞ。だいぶ残念ながら現実だ。スイッチはそちらにはございません。どこにあるの？スイッチはどこにあるの？入り口？バーンってあのライトがついてなんか浮かび上がる系なんだよな。これガチスイッチだもんね。違うよって言って部屋から出なくて良さそうな気はするが。どこだ？タケル様。はい。これまでのステージでライトを点灯させたことはありましたでしょうか？なんかどっか押したらライト光ったね。あ、これがさっきの同じなんだ。さっきあの部屋で 4×4 の壁バーンって押したじゃないですか。その時の柄と一緒です。その時の柄と一緒でここが怪しい。ここの 4×4 がさっき押したところと同じデザインになっているのでここがスイッチなのではないでしょうか。押してみます。ピッ、おお、光った。出ました、アイス、アイス出たよ。で、さっきなんかスプーンで突き刺してたな。横1をひっくり返してアイスにした時にそこを刺すといいみたいなことあったんでこのスプーンでここ一思いに行きたいと思います。いいですね。僕は行きますからね。止めるなら今のうちですよ。いいですね。一思いに行きますよ。大人が止めに来ないので行きます。おら、うおー、すごい、やばやばい。これはタケル様、見事ラストステージクリアです。ありがとうございます。ありがとうございます。これはすごい。佐藤健様、ハーゲンダッツハウスからの脱出成功です。お見事でございました。これやば。どうですか、そちらご覧になって。本当に8100個あるんですか？もちろんでございます。8100個、そちらに置かれております。やば。というわけで贅沢、ご覧くださっている視聴者の皆様、タケルさんのお力で8100個のハーゲンダッツアイスクリームプレゼントです。よかった、ありがとうございます。それではタケル様、はい、大広間へお進みください、はい、世界を救いました。タケル様、そちらの椅子におかけください。改めましてタケル様は
このハーゲンダッツハウスに隠されていた全ての謎を解き明かし、見事視聴者の皆様へ8100個のハーゲンダッツアイスクリームを山分けプレゼントすることに成功いたしました。視聴者の皆様がこの8100個のアイスクリームプレゼントを手にするには、ハーゲンダッツ公式ツイッターアカウントをフォローして、一番上に固定されているツイートをハッシュタグハーゲンダッツハウスからの脱出とコメントをつけて、本日の23時59分までに引用リツイートをしていただくだけでございます。ぜひそちらの8100個山分けプレゼントにご参加ください。ご応募要項はハーゲンダッツ謎解き特設サイトに掲載されておりますので、そちらをご確認ください。また視聴者の皆様、タケル様にもクリアしたご褒美でアイスクリームをプレゼントです。どうぞお好きなフレーバーをお召し上がりください。やった。ちょっと全部食べますけども、どれか一つ、とりあえずバニラをいただきます。あ、ありがとうございます。くれた、ありがとう。美味しそう、いただきます。うめぇ。タケル様、お味いかがですか？これは本当に美味しい。さすがですわ。謎をすべて解き終えて、はい、無事すべてクリアした後のお味、格別ですか？格別ですね。うまい。これ美味しいわ。どうですか、タケル様？うん、オーバーラン感じますか？はい、オーバーランが少ないですオーバーランが少なくて、ええ、アイスブラストがちっちゃいです、ええ、で、牛乳は北海道産ですね。これはこだわってます。さすが、本日の謎解きを終えてハーゲンダッツアイスクリームにかなり詳しくなられましたね。はい、これ、このグリーンティーだけ光を通しません、抹茶は光に弱いので。ああ、美味しい。タケル様、はい、支配人の私、木村昴も僭越ながらここで今グリーンティー、あ、いいな、いただいております。どうですか？やっぱりこの遮光性のあるカップ採用しているため、この香りが豊かなまま閉じ込められていますね。うん、あ、これは美味しい。うん、だいぶハーゲンダッツの味わい方が深まりましたね。そうですね、はい、本日の謎だったり豆知識を通して、これからハーゲンダッツアイスクリーム召し上がるとき、うん、ね、今日のことを思い返して食べると、またより一層美味しく食べれそうですね。間違いないですね。間違いない。うまい。本当に美味しいですね。さあ、本日の謎解き振り返ってみて、タケル様いかがでしたか？どうだったんだろう。僕はただただ無邪気に楽しくやらせてもらいましたけど、これ生配信してたんだよね。今お気づきになられましたか？どんな配信になってんだろう。もちろん生配信で視聴者の皆様がご覧くださっておりましたよ。どんな気持ちで見てたんだろう。でも途中だいぶ皆さんの力を借りないとクリアできないところがあって、都道府県のところとか全国の皆さんからね、キーワード送ってもらえて、うん、なんとかクリアできましたけど、視聴者の皆様の力もあって、はい、ということですよね。そう、あの支配人の私から、はい、本日ずっとタケル様の姿拝見させていただきましたが、もう本当一言だけ言うなら、めっちゃ早い。本当？って感じでした。あの、私の想定ではもっと時間がかかるんじゃないかと思って見守っていたんですが、うん、あれよあれよといううちにタケル様が問題をクリアしていき、謎をね、どんどん解かれていくので、あの、もう今だから言います、ちょっとテンパりました。なら、でもそれくらい本当に見事な謎解きでございました。ありがとうございます。なんかいつも
この前のテレビでも、解くの早すぎるからこいつ答え知ってんだろうみたいな、やらせだろうって言われて、僕は悲しいんです。どうしたらいいですか？これも天才のゆえの悩みですね。そう、いや、てかもうかれこれ謎解きも本当何年ぐらいやってんだろう。もう普段から本当にお好きで、普段からやってマジで10年ぐらいやってるんで、わお、多分その何でしょうね、そのみんなもこんぐらいやったら早く解けるようになるんだよってことを僕は言いたいですね。なるほど。普段から謎解きをたくさんやっていれば、はい、今回のたけるさんのように、まあ、スムーズで、絶対になります、スムーズな回答ができると。なります。いや、もう本当に支配人の私も脱帽でございました。今日はありがとうございます。結構どのくらいの頻度で普段から謎解きは行われるんですか？ね、忙しい時はもちろん全然いけないんですけど、うん、暇な時は週4とかでいきますよ。週4ですか？はい、暇な時は週4ですか？週4、1日5とか。週4、1日5、はい、そんな時もありますよ。はい、すごいですね、はい、本当にお好きなんですね。そうですね、素晴らしいということでございました、改めてたけるさま、本日は全てのステージクリアおめでとうございます。ありがとうございます。そして参加してくださった視聴者の皆様へ最後に一言いただけますでしょうか？いやー、ハーゲンダッツ美味しいですね。8100個皆さんにプレゼントできるみたいなので、ぜひ、家で味わってください。今いつも暑いんでハーゲンダッツ食べてみんなで一生懸命頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。私、支配人木村昴、次はもっと難しい謎をご用意してお待ちしておりますので、楽しみ、またぜひ参加してください。楽しみ。それでは最後にこちらの映像を見ながらお別れです。